スーパーバンタム級は55キロリミット3ラウンドマッチ延長1ラウンド用意されています。さあこうして並び立ちますと佐伯さん、はい、もう2枚目対決と言いそうです、ね、そうなんですよ思ってました。そうですか。すごいこう女性ファンがつきそうな、ねはい、僕もね思ってたんですよ。2人ともとんでもねえイケメンだなとんでもねえ、はい、いやこれで格闘技強かったらモテるでしょう。そうですね羨ましいな。これは楽しみ、ね、その強さあってこのリングに暮らし。さあ第1ラウンドです。若さもあります赤いグローブ久村修平が21歳、19歳、青いグローブ山脇海斗。お互いオーソドックススタイル、早くもパンチのように両拳前に出して、そしてローキックからと、うん、足の動きも久村さまざま、これ一挙手一投足、一挙手一投足ですね、注目集めます。結構2人ともこうなんですかね、切れる攻撃が切れるタイプがシャープな戦い方するんで、はい、あのこうガツガツとかゴツゴツした試合じゃないと思うんですけど、そう噛み合うと思いますね、はい、そうですね、はい、あの小倉隆也さんは久村の方から見ますと、はい、相手はこうどちらかというとゴツゴツ前に出てくるタイプでしたよ ね、 そうですね、はい、久村選手クラッシュ2戦目ですけど、すごくこうなんか今日は攻撃のなんかバリエーションがよく出てますね、はい、そうですね、これ全ての攻撃、はい、これまんべんなく出るなという印象前回もありました。そうですね、特にまあ蹴りが得意な選手で、それをね、はい、自分でもこうあの武器にしてるってことは言うんですけど、まあ、そこに行くまでのこう攻撃のパンチのバリエーションとかね、はい、今日この膝のカウンターもいいですね、うん、膝がもう切れてますよ、ね、そうですね。いやでも佐藤さん山脇もこれ負けじとコンビネーションですね。2人結構似てるんですよタイプが、なんか、めっちゃ噛み合いそうですよね。これ SNS など見ていますと、この戦い楽しみだという方も多かったようですよね、うん、お左の膝も突き上げる久村、今も対角線上の攻撃、相手をこう 何か覗き込むようにしながらその後の攻撃もあります。山脇選手すごくこう右のパンチが、ね、こうシャープでいいんで、はい、そこにつなげるようなこうコンビネーションをこう出していきたいですね。右、うん、久村の方も右は強いですね。そうですね。これその後左顎先へ当ててからハイキック、上段の蹴り、流れるようなハイキックへのコンビネーションですね。このことですよね今。バックブロー、その後も回る、すごい連続技がすごいですね、いや佐々木さん、本当にこの目を引く戦いなんですよね、久村って。そうですね、本当に引き出しが多い気がします、うんうん、それを早くもいくつもいくつも開けて膝、相手の攻撃もよく見えている左ボディフック、中村さんとギリオリアのノイリー正明選手が見せるようなフックありますね、久村。ああ今もフェイントからバックブロー、左膝、まあ、1ラウンドの展開なんですけど、やっぱこう山脇選手もね、はい、悪くはないですけど、やっぱこうプレッシャーずっと受け取る分、ちょっとこう消耗というかね、この後の展開にどう響いてくるのかなっていう、削る攻撃、はい、まあ、久村選手とかなんかうまくこうじりじり詰めていってる印象は1ラウンドやっぱありますね、やっぱね、下げられるのって予想以上に疲れるんですよね、削られる、はい、で下げられてると威力も減るんですよ。でしょうね、威力出すために一旦前に出ないと出ないんで、今出たい、いやさせない久村、うん、ここで第1ラウンド終了です。 K1 チームそうなんだ、チームキングスは久保優太、久保健二兄弟が指示を送ります。赤コーナー久村修平、右の下段の蹴りから入ります。対して大阪は龍拳塾の山脇海斗、上段の蹴り、中村さんも久村がブレません、はい、ずれませんよね。そうですね、まあ、でも山脇選手もね、おアッパー当たった、はい、やっぱこれシャープね、パンチのこう、ね、カウンターと返しはこう常にこう狙ってる展開なんで、これがねこうスパッと決まればまだ展開はね変わると思うんで、はい、うん、大阪勢対決、そして山脇はもうカオスに続いてクラッシュ初戦、はい、今も左のボディが久村強い、しかし2発返して膝のモーション山脇です。山脇はツイッターのアカウントにね K1 って入ってるんですよ、はい、だから相当思い入れあると思うんですよね。そして12月には大阪の K1 ありますよね、はい、このリングで絶対勝ち上がってやるんだって思ってると。あーここ鶴瓶打ち、山脇が見せると返す、あー下段の蹴りもカットしたか、山脇前蹴りからワンツーで右ストレート、2ラウンドになって山脇選手もかなり攻撃を、ここもそうですね、打たれても打ち返しています、はい、しっかり肘も交えてブロックする、佐藤さん、この山脇
このラウンドの動きどうですか、はい、山脇は。そうですね、いいんですけど、それ以上にクムラの圧力がすごいですよね。ねこうパンチのコンビネーションとか、ね、あそこまでこう出せる印象はあんまなかったんで。これも左ボディ効いたか。さらに溝落ち連打連打3発4発そして顔面飛び込んでくる山脇、うん、ああそれも冷静に見るか見るか。クムラの攻撃です。佐藤さん、攻撃のバリエーションとかは結構同じぐらいなんですよ、はい、でもこうクムラの方がでも体が強いですね。あ違い分かりますか、はい。まあ、だから多分やっぱ長期になると差が出てくるんですよね、ちょっとずつちょっとずつ、うん、ここで5分経過というところですからね、はい、トータルで左の重たいボディフックに右の膝、うん、やはりローキックにしてもそうですがダメージを与えている。あ右手を前に山脇構えを変えます。いなりボディ中村さん、これ食らってしまうとということになりそうですね。そうですね、そしてローキック、うん、スパーリングとかではうまさだけでいいんですけど、はい、こうやって試合で勝つとなるとですね、体の強さっていうのがものすごく大事になってくるんですよね、うん、中村さん言ったようにちょっとずつちょっとずつ差がついてくる。平行線ではなくクムラがそれをアドバンテージとしてくる。そして作戦を遂行する佐藤さん、頭脳ですよね、やっぱり。そうですね、飛んだ。この膝もいい。あ得意だろそれはという声も聞こえてきます。セコンドから左アッパーテンプルへのパンチは山脇返す。青いグローブ、山脇も、ね、全然悪くないですよ。そうですよね、はい、ですがその攻撃を見てから下段蹴りまとめてさらに下段へ。さあ最終ラウンドです。ラウンド3ファイナルラウンド。さあファイナルラウンドです。赤いグローブ久村修平、青いグローブ山脇海斗、大阪勢同士の対決。前に前に出て久村、それを返して青いグローブの山脇。距離見てください、はい、山脇はねこの距離では戦いたくないですよ。でも久村はこの距離で戦いたい。だから自分の距離で戦わされるとですねすごい疲れるんですよ、まあ、自分の距離ではないと、さらにその体力の差というところですよね、はい。久村はあえてこの距離取ってますよ。前に山脇もうちょっと離れたいんですよ。中段の蹴りでそれをさせません。さらに右左から左膝ボディ打ちは圧巻、うん、さらにローキック決して忘れません久村です。中村さん違う攻撃、はい、連続してくるんですよね、はい、本当にこう何でもこう攻撃機は出てて、やはり佐藤さん相手がこれ何を嫌がっているかっていうことなんでしょうか。久村はもうこの距離で戦えるって結構すごくて、はい、このムエタイの選手にも、うん、この距離で戦えば十分勝負になりますよ。あそうですか、はい、上級上位の選手にも、これだいぶ危険な間合いっていうことですか。そうなんですよ、この距離って攻撃見にくいんですよ、でもその相手の一番強いところは殺せるし、はい、自分で攻撃して距離作れば自分の攻撃は100で当たるし、はここで戦える選手って結構強いです。これ下手をするともう100対0でという可能性もあるわけですか。うわー飛び上がっての膝、それでも山脇返す。佐藤さん、山脇のセコンドだったとしたらどんな声かけますか。そうですね、うわハイキックバックブロも続く。もう相手が出てくる倍のスピードで後ろに下がって、はい、攻撃打つときはバッと前に出るしかないんですけど、ね、もう結構消耗してきちゃってるんで、どうするかなって感じですね。緩急をつけてがまず一つ、この距離取られるとなかなか厳しいんですよ。だからキレだけはまだ山脇あるんで、はい、もううわーでも左ミドル強い、ハイキック狙うとかね、そうですね、一発狙いは最後の刀は隠されているか。山脇足払いに出る左ボディ、いやでも佐伯さん山脇もよく耐えてますよね。そうですね、やっぱりこう返そうっていう気持ちも見えますし、前蹴りがいいですよね、やっぱり。そうですね、はい、そこで距離は目も潰しての膝がクムラ返す。山脇にさらに攻撃、上塗りでボディ、クムラが見せてくる。間もなく残り20秒、さああとは右のハイキック、中村さん倒したいということですよね、クムラ。山脇もタフです。顔面攻撃集中の久村、真っ赤に顔を包丁させての山脇、飛んで左ボディ、
探りながらワン・ツー・スリー、最後はボディへ。この試合の象徴的な場面を久村が作って試合終了です。ジャッジ豊永30対27、赤久村、一人は久村です。3ポイント差。ジャッジ芹沢30対28、赤久村、二人目も久村。ジャッジ山崎30対27、3対0、久村周平3対0をもちまして、大阪勢対決、山脇海斗を下しています。新鋭対決でもありました。今ノーサイドで笑顔がこぼれています。21歳久村周平、19歳の山脇海斗を退けています。いや、もうちょっと早く倒せるかなと思ったんですけど、相手も打たれ強くてちょっと焦っちゃいました。大阪で一緒に練習したりとかしてて、まあ、その時よりでもだいぶ強くなってたんで、まあ、これから楽しみやなって思いましたね。いや、今回ちょっとしょっぱい試合しちゃったんですけど、僕は12月に大阪大 K1 大阪大会に出るために今年精一杯頑張ってるんで、次はそこで試合 したいので応援よろしくお願いします。